モモハハモモハ、皆さんこんにちは、モモハです。はい、今日はね、まあ、なんでこんなのつけてるかっていうのは本当にこの動画には一切関係ないんですけど、じゃあなんでつけてるんだよね感じだよね。自分でもねびっくり、なんでつけてるんだろううちこれって感じ。でもこれ100均で売ってるんですよ。全然話違うけど、多分高校生とかならみんな知ってるのかもしれないけど、100均で売っててアイロンいらずに前髪巻けるよみたいな、めっちゃいいですよね。今撮ろうと思ったら前髪があまりにビチッってなってて、って言われそうだったからごめんねって、前髪汚いって言われたら嫌だから前髪隠し巻いて、隠し巻いた、隠し巻いたって何、隠し巻く、隠して巻いた。もういいや、そんな話はどうでもよくって、今日するのは私がほんとだいぶ前に出したね、多分ウエストにくびれを作る方法って前あげたんですよ。もういつの動画かわかんないけど、かなり前にあげたっていう記憶はあるんだけど、でその時は姿勢をすごい正して座るとなんかもう何、痩せたように見えるっていうか、くびれができるとか、姿勢次第でくびれは変わるよみたいなやつをあげたんですけど、今回もそれに似た感じでね、私が最近やってるくびれを作る方法なんですけど、本当にね、まあ、今真夏の朝中じゃないですか。でやっぱりさ、そのプール行くよってなったら、もうそのプール行くちょっとでも前にもう1ミリでも細く見られようとみんな頑張るでしょ。だからそこの細くなろうと頑張るその女の子の努力を惜しん何言ってんのうち、まあ、細くなろうと頑張る中の手間の一つに入れてほしいなと。よくわかんないけど、どういうこと、まあ、とりあえずこれもちょっと入れてほしいって私が思うようなマッサージ、うん、マッサージですね。私マッサージ動画マジでめっちゃ上げてる気がするけど、まあ、人って結構マッサージで変わるんだなってなんか自分で動画上げてて思いますね。これちなみにマイクちなみにマイク設定、はい、いや今回はそんなマッサージを一つお教えしたいと思います。お前そんな細いわけじゃねえだろって思ってる方その通りだから何も言い返せない。細くなくてもくびれはできる方法があるので、今日はほんとびっくりするぐらい、多分だるぎってもう書いててももう書いててもいいよねっていうぐらい、もう本当にだるぎの格好で撮っちゃってるんです。まあとりあえずそのマッサージ方法、前置き投げようって思ったよね、自分も今撮ってて思ってる。だとりあえずそれをとっとと見て、こうやって、わかりますか、こうやるんですよ。ここにお腹あって普通に自分のお腹に手当てるじゃん。でなんかここの下っ腹のところをめがけてギューってやって、下っ腹の方にお肉を入れる感じ、はい、収納いたしますみたいな、収納貼りますみたいな、お肉入れてくださいっていう感じで、ここにギュッて、ここの下っ腹のこのおへそのここの下の部分をめがけてこうやってやるんですよ。こうグッて、服の上からじゃないよ、もちろん裸の時とか、あとめくってこうやってやったりとか、お風呂上がりにやってもらえるのが一番効くんじゃないかなと思います。私は普段お風呂上がりにやってるんですけど、こうやってギュッてこの下っ端のとこに収納してって、まあ、雑巾絞りみたいな感じでね、こうやってみんなこれは足とかでよくね使ってると思うからできると思うけど、こうやってこうやってセルライトを潰す感覚でこうやってお肉とかを潰してって、でもこれが個人的には一番効きます。このここの自分のウエストの位置から自分の下っ腹のところまでこうグーって、ここの手でこうグーってこの下っ腹のところに収納する感じでやると、次の日朝起きた感じが本当に違うなって思います。まあ、嘘だなって思ったら1回でもやってほしい。1回だけでも効くと思う。1回だけでも効くと思うけど、効くっていうか持続力はそんなないかもしれないけど、次の日までには絶対持つから、本当にこれを夜にやってほしい。なんだろうね、血流が良くなんて何かあるのかな。でも本当にくびれができてるからマジでびっくりするよ。本当にできてるから、デブのうちが言うの、本当に信じて。これはとりあえずね、そんな感じです。だからちょっとでもビキニを着る時の手助けになってくれたらいいんじゃないかなって思います。それでは今日も見てくれてありがとうございました。よかったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いしますめっちゃ YouTuber さんっぽい、行ってみたかったんだよね。これさ、この動画で終始巻いてんのクソ意味なくね。この巻くやつって何、その巻く姿を人に見せないでさ、くるんっていかになってるかが重要なのに、巻く姿見せてるだけの動画って何って感じなんだけど。じゃあ最後の最後にね、本当に負けてるのかどうか見てみたいと思います。え、
すげえじゃん。負けてんじゃん。え、全然負けてんじゃん。いい具合じゃん。じゃあこれも皆さんおすすめです。100均で5個か6個入りぐらいで売ってるので、よかったら買ってみてください。それでは皆さん見てくれてありがとうございました。バイバーイ。バイ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 、みんなみんなバイ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